ベジータとブルマの息子トランクスは正義感に燃える少年に成長していた。人造人間は一体何のためにこんなひどいことを。そして唯一残った戦士として、ゴハンはたった一人で人造人間たちと戦い続けていた。トランクスはそんなゴハンの強さに憧れ、ゴハンと共に戦いたいと願い出るのだった。ゴハンさん、僕は強くなりたい。強くなってあいつらをやっつけたい。お願いです、僕に修行をつけてください。絶望の未来、最後に残った2人の戦士。そっか、分かった。トランクス、ありがとうございます。僕頑張ります。それから数日後、トランクスは人造人間と戦う強さを身につけるため苛烈な修行に励んでいた。よし、今日の修行は。はい、お願いします。分かってると思うが、人造人間の強さは半端じゃ。俺は本気で相手をする。君も気を引き締めて。分かりました、行きますよ。ゴハンさんを倒せるくらい強くなって人造人間を倒す力を手に入れるんだ。その意図だ。それはどうだ。その調子だ。しておこう。はい、いいぞトランクス、さすがベジータさんの息子だな。そんな、本当に本気を出したゴハンさんにはそんなことないさ。君ならいつか俺を超える戦士になれる。来たといいけど。さあ、今日はこれくらいにして帰ろうか。あまり遅くなったらブルマさんに怒られる。そうですね、母さんには修行してることは秘密だし。じゃあ途中まで一緒に行こうか。はい。早く帰らないと母さんを心配させちゃうぞ。今こういう時だからね。ところでブルマさんは相変わらず元気かい？はい、元気にやってますよ。今ちょっと開発してるものが手こずってるみたいですけど。へえ、ブルマさんでもそんなことがあるんだね。そこで誰かが助け、あ、助けに。大丈夫ですか？君たちは。あいつに襲われてたんですね。いかん。え、なんだ。あの警告音は
人造人間たちを呼び寄せる。何ですって？聞こえたか、18号。聞こえたよ。楽しめるといいけどね。もうダメだ。人造人間たちが来てしまう。トランクス、君はこの人を安全なところへ。これは奴らが来たら引きつけておく。わかりました。トランクスたちは隠れられただろうか。なんだ、お前だったのか。新しいゲームができると期待したんだが。ああ、これじゃいつもと変わらないじゃない。人造人間、あのおじさんが言っていたのは本当だったんだ。なぜ来たんだ、トランクス。僕もゴハンさんと一緒に戦おうと。君にはまだ奴らと戦える力はない。まあせっかく来てやったんだ、少しは楽しませてもらうぞ。仕方ない。君はできるだけ戦わず俺の後ろに下がっているんだ。あ、はい、わかりました。行くぞ。勝とうと思うな。生き延びることを考えるんだ。とにかく隙を作ってそこから逃げ出するんだ。おっと、少し気を抜いていたかな。はい、今頃何の相談をしている。なんてパワーなんだ。これはどうなんだ。この程度で倒せると思ってるのかい。やれやれ、どうやら逃げたらしいな。大して楽しめなかったし飽きちゃったよ。もう行こう。そうだな、次はもっと楽しめるといいが、あまり期待しない方が良さそうだ。よし、どうやら行ったようだ。そうですね。そういえばさっきのおじさん大丈夫かな。ちょっと心配だな。案内してもらえるか。はい、わかりました。おじさん、大丈夫でしたか。おお、君たち無事だったか。はい、あなたも無事でよかったです。いや、あれに見つかった時はもう助からんと思ったよ。君たちのおかげだ、本当にありがとう。 いえ、ところで、あのドローンは一体何なのですか。あれは昔レッドリボン軍が作ったパトロール用のメーカーなのだ。え？もともとはレッドリボン軍の施設を巡回して敵を見つけたら警報を鳴らして援軍を呼ぶ仕組みのようだな。だけどこの辺りはレッドリボン軍の施設なんかじゃありませんよね。ああ、メーカーが自分で勝手に動き回っているようだ。もはや施設の巡回という命令も忘れ、世界各地で目撃情報がある始末。しかも今その警報を聞きつけるのは
あの人造人間なのだからさらに立ちが悪い。人造人間と戦いたくなければあのドローンに見つからないうちに逃げるか破壊するしかない。もし警報が鳴ってもすぐに破壊すれば警報が人造人間まで届かないようだ。なるほど、教えてくれてありがとうございます。それにしてもおじさん、すごく詳しいんですね。うん、実は私は機械工学の研究をしているものなのだが、レッドリボン軍の機械には未公開の技術が使われていてな。中でもドローンを指揮する特別なドローンには特に貴重な部品が入っているのだ。それが欲しくてドローンをどうにかできないか考えていた時に見つかってしまい、このありさまだったんだよ。そんな、危ないですよ。そうですよ、もうあれには近づかない方がいい。そうだな。だがもし君たちが指揮をしているドローンを破壊できたら、その部品を私に譲ってもらえないだろうか。もちろんお礼はさせてもらうよ。確かにドローンを放置していたら人造人間を呼び寄せて被害が出るかもしれないしな。おお、やってくれるのかね。わかりました、できるだけでよければ。ああ、それで構わないよ。それじゃあ二人とも気をつけてな。人造人間を呼び寄せるドローンか、放っておけませんね。ああ、だが下手をすると人造人間と余計な戦いをすることになる。ドローンを破壊するなら気をつけないとな。ええ、そうですね。今の僕じゃ人造人間には勝てないですし、悔しいけど。よし、それじゃ気をつけながら帰るか。はい。間に合ったはずだ。人造人間は来ないはずだ。持って。よし、これでしばらくは安全かな。
母さんと僕だけしかいない家だ。到着っと。今日は疲れただな。しっかり休んで明日からまた修行続けよう。はい、明日もよろしくお願いします。母さん、ちょっとご飯さんのところに行ってくるよ。最近よくご飯くんのところに行ってるみたいね。まさか何か危ない遊びでもしてるんじゃないの？まさか。ふーん、まあいいわ。どうせなら晩ご飯でも一緒に食べないか聞いてみて。結構たくさん食材が手に入ったのよ。ありがとう母さん。ご飯さんもきっと喜ぶよ。じゃあ行ってきます。気をつけるのよ。よし、ごはんさんのところへ行こう。修行かな。ご飯さんと食事か。いろんな話が聞けるかも。楽しみだな。あいつは強そうだぞ。それにしても母さんに修行のことバレてないよな。いたぞ、ご飯さんだ。お待たせしました、ごはんさん。昨日はちゃんと休めたか？体調が万全じゃないと修行の効果が弱くなるぞ。大丈夫です。よし、実際に戦って分かったと思うが、やはり人造人間は強い。トランクスには早くスーパーサイヤ人になってもらわないとな。あ、はい。いきなりはさすがに難しいだろうから、体を温めながらコツを教えてやるよ。準備はいいか？はい、お願いします。それじゃあ行きますよ。よし、かかってこい。エパペンコあっとスーパーサイヤ人になるための鍵は怒りだ。怒りを高めた先でスーパーサイヤ人になれる。怒り、調子が出てきたみたいだな。まだまだ行きますよ。そこだ。いい攻撃だな。それがスーパーサイヤ人にあれない。怒りがスーパーサイヤ人にする。これを人造人間だと思って怒りを爆発させるんだ。ご飯さんを人造人間に。難しいけどやってみます。えりゃあクハヤ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 
くらいにしておこうか。スーパーサイヤ人になるのって難しいんですね。怒ってみてはいるんですけど。そんな簡単にはなれないさ。気を高めて怒りを爆発させる。言葉では簡単だけど、実際にできるようになるにはもっと修行が必要だ。はい、頑張ります。そうだ、母さんが今晩一緒に食事をしようって言ってました。来てくれますよね、ごはんさん。え、食事に？いいのかい？ええ、もうごはんさんの分も準備してると思いますよ。そっか、じゃあせっかくだしごちそうになろうかな。やった、じゃあ行きましょう。母さんも喜びますよ。ブルマさんと食事か、久しぶりな気がするよ。うん、大した敵じゃなさそうだ。クラッパーセント！なんとか壊せたか。ドローンか、放っておくと危険かもしれない。人造人間のせいで街はめちゃくちゃだ。母さんと僕だけしかいない家だ。さあ、着きましたよ。ただいま、母さん。ごはんさんを連れてきたよ。おかえり、トランクス。それに、いらっしゃい、ごはんくん。はい、お邪魔します。ちょうど夕食の準備が終わったところよ。近頃は人造人間のせいで欲しいものがなかなか手に入らなくてね。その代わり料理の腕前でカバーしてるつもりよ。ありがとうございます、ブルマさん。ブルマが腕によりをかけて作った料理を囲んで、トランクスとご飯、ブルマは楽しい食事のひとときを過ごした。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。ごはんさん、すごい食べっぷりでしたね。いや、だって本当に美味しかったから。やっぱそっくりね。え、何がでしょうか。その道着着てあんな食べ方をしてるのを見ると、お父さんのソン君にそっくり。びっくりしちゃうわ。この道着、お父さんみたいに強くなりたい、そう思って作ったんです。お父さんはいつもマイペースで、母さんに怒られてもひょうひょうとして、まるで空みたいな人でした。そうね。それでも俺や仲間たち、そしてみんなのためにいつも一番体と命を張って戦ってました。俺もお父さんがやっていたようにその魂を受け継いで戦いたい。でもなかなかそうはいかなくて。はあ、やっぱりごはんさんはすごいや。でも時々噂は聞くわ。人造人間相手にたった一人で立ち向かってるんでしょ。かっこいいわね。
はあ、でもトランクスが憧れちゃって真似したがって困ってるの。少し言って聞かせてよ。ん？バレてないよな、修行や人造人間と戦ったこと。はあ、ごはんくん、今日はもう遅いし泊まっていきなさいよ。疲れてるでしょ。それがいいよ。そうしなよごはんさん。それじゃブルマさん、お言葉に甘えます。ええ、それじゃあ早速だけど二人ともシャワーを浴びてきて。なんだかとっても汗臭いわよ。すみません。この前の食事の時は母さんにバレるかと思ってヒヤヒヤしましたよ。ブルマさんはやけに勘が鋭いところがあるからな。あまり毎日遅くまで修行してたらそのうちバレるだろうな。どうしよう。ブルマさんに心配かけないためにも休みを入れた方がいいな。たまに休む日を作った方が体作りにはいいし。そうですね、わかりました。まあ俺は母さんたちに心配かけちゃってるから君に偉そうなことは言えないんだけどね。父さんと牛魔王さんたちに心配を。そういえば最近父さんたちはどうしてますか。実は人造人間たちと一人で戦うようになった頃から俺は家に帰ってないからよく知らないんだ。そうなんですか。人造人間との戦いでボロボロになった俺を見るたび母さんはいつも大騒ぎしてたからね。俺が戦う必要なんかないって。でも人造人間に殺されたみんなの仇を取るため、そして平和を取り戻すためには俺が戦いをやめるわけにはいかない。ごはんさん、でも本音を言うと母さんたちが今どうしているかは気になるよ。母さんの心配性が移ったのかな。変なこと話しちゃったな。今日の修行はこれくらいにしておこうか。はい、それじゃあまた。ごはんさんの代わりに僕が父さんたちの様子を見てこよう。ごはんさんの家に行ってみよう。父さんも確か武術家だって聞いたことがあるけど、やっぱり今も強いのかな。牛魔王さんって昔はとても怖い人だったって本当かな。うん、大した敵じゃなさそうだ。母さんとも昔からの知り合いだったんだよね。早く行かないと。急がないと。あれ？なんだか騒がしいぞ。あれは父さんが何かに襲われている。大変だ、すぐに助けなきゃ。このポンコツども、あっちに行くだよ。父さん危ないですよ。おめ、トランクス家。はい、なんなんですこのメカは。よくわからねえけんど突然オラを襲ってきただよ。よし、ここは僕に任せて安全なところで隠れててください。そんなことできねえだよ。大丈夫です、こう見えて僕結構強いんですよ。このメカ
動くものを狙って攻撃してくるみたいだな。よし、かかってこい。ヘイハッよっしゃ。ヘイ人造人間に比べたら全然弱いぞ。ヘイよっくらえたっくらえばせっこよっちょヘイヘイヘイそこだたっヘイたっそこだヘイはっごはんさんとの修行の成果が出てるのかも。たっよったよっよっくらえばせっこさっやっよ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 っくっまだまださんは無事かな。怪我はありませんか、父さん。オラなら無事だ。まあ、あんなポンコツくらいオラでもとっちめられたけんどな。それだけ元気なら大丈夫みたいですね。ああ、大丈夫だ。でも、メーサ来てくれて助かっただよ。ありがとうな、トランクス。いえ、父さんは何をしてたんですか？オラか？オラは畑の様子を見てきた帰りだっただよ。じゃあ、僕家まで送りますよ。またあの機械が出てきたら危ないですし。そうけ？じゃあ、せっかくだからボディーガードを頼むだよ。はい、任せてください。いやあ、父を助けてくれて感謝するだよ。さすがベジータの息子さんだ。いえ、そんな。謙遜することはねえだ。おめえが戦ってるとこを見てたら、小さい頃のご飯ちゃんを思い出しただよ。そうですか。そういや、噂で聞いてるだよ。ご飯と一緒におめえが人造人間と戦ってるってな。まずい、まずいぞ。そんな噂にまでなってるなんて、母さんにバレちゃう。そんな、何かの間違いですよ。そうなんか？だったらええが。だ？おめえみてえな子供が戦うことねえだ。ごはんちゃんだって本当なら今頃えらい学者さんになってたはずなのに。オラも父と同じ気持ちだが、ごはんが戦うと決めたのなら、ごはんを信じて無事を祈るしかねえだよ。ごはんさんも今は戦うしかないと思ってます。でも父さんたちのこともすごく心配してますよ。多分ですけど。そうだな。もしごはんちゃんに会ったら無理せず頑張れ。で、たまには帰ってこいって伝えておいてけれ。はい、それじゃあ僕帰ります。お二人とも気をつけてくださいね。ありがとうな。ブルマさんによろしく言っといてけれ。おめえも気づけてな。はい。あ、僕がごはんさんと一緒に戦っているっていう噂は母さんには聞かせないでくださいね。心配するので。わかっただよ。ごはんさんに父さんたちの様子を伝えてやろう。ごはんさん、まださっきのところにいるかな。敵じゃなさそうだ。
七山たち、やっぱり心配してたな。僕も戦ってることを母さんにバレないようにしなきゃ。ごはんさん、やっぱりたまには帰ってあげた方がいいんじゃないかな。あ、ごはんさん、いたぞ。ごはんさん。トランクス、今日はもう帰ったんじゃなかったのか。あの、実はさっき父さんたちのところに行ってきたんです。え、どうしてまた。ごはんさんが心配してたから様子を見てきたんです。ちょっとトラブルはありましたけど元気そうでした。トラブル？はい、変な機械が父さんを襲ってたんですが、僕が壊しておきました。え、母さんは無事だったのかい。はい、怪我もしてませんでしたよ。よかった、ありがとう。トランクス、君が様子を見に行ってなかったら危なかったかもしれない。いえ、それよりも父さんから伝言です。無理せず頑張れ、たまには帰ってこいって。そうか、すぐには帰れそうにもないけど、母さんが危ない目に遭ってるならたまには様子を見に行こうかな。それがいいですよ。あ、君もブルマさんを心配させないように今日は早く帰った方がいいぞ。はい、それじゃあ。母さんたちを心配させないためにも、人造人間たちを倒して早く平和を取り戻さないとな。本日、西の都の周辺を襲撃した人造人間により多くの被害者が出ています。次に襲撃が予想される付近の住民は速やかに避難を。いえ、それよりも父さんから伝言です。無理せず頑張れ、たまには帰ってこいって。母さん、もう少しだけ待っていてください。実像人間を倒して必ず戻ります。翌日、トランクスとご飯は決意も新たに修行に励んでいた。よし、それじゃあ修行を始めるか。今日は何をします？手合わせですか？それも大事だが、やっぱりトランクスにも早くスーパーサイヤ人になってほしい。そこから始めよう。すみません、なかなかうまくいかなくて。今日は慣れるといいんですけど。そんな簡単にはいかないさ。大丈夫、じっくりやっていこう。わかりました。今のは爆発音、人造人間か。またしても町を許さない。ごはんさん、行きましょう。いや、またスーパーサイヤ人になれないトランクスを奴らと戦わせるわけにはいかない。俺が行ってくる、君はここにいるんだ。ごはんさん、僕も一緒に行かせてください。君はまだ奴らと戦うには早い、ここで待つんだ。でも少しでも助けになりたいんです、お願いします。わかった、遅れないようについてくるんだ。だが無理はするなよ。はい。急ぐぞ、被害をできるだけ食い止めるんだ。はい、人造人間め、許せない。人造人間がいる場所がすぐに分かればいいのに。人造人間の気は探れないからな、後手に回らざるを得ないのが残念だ。
そこまでだ、人造人間。よくもひどいことを。なんだい、またお前たちか。こんなやつらさっさと片付けてまた遊ぼうよ。もっと人間がたくさんいるところを探してさ。そんな真似はさせない。ゴハンさん、僕も戦います。よし、君は俺の援護を頼む。だが、くれぐれも無理はすんなよ。はい。こいつらの相手なんか俺一人で十分だけどな。時間をかけても無駄だよ。さっさと終わらせよ。少しでも隙を見せたら命取りだぞ。気をつけるんだ。はい。やっ、ああ、イライラさせるね。まったく、これ以上お前たちの隙にはさせない。どこに行くと無駄な話はしないよ。ガキを連れて俺たちと戦おうなんて、ずいぶん舐められたもんだ。そうやってすぐにカッとなるからガキなんだよ。少しはやるじゃないか。やっぱり大したことないよ。弱いくせにいつも邪魔ばかりしてさ。こいつから逃げ出そうだ。いい加減お前らの相手も飽きたな。もうおねんねしてなよ。どこまでも追い詰めるぞ。行くぞ。よっ、そらそら、バカ。私たちの本気だと思ったら大間違いだよ。なら本気を出すがいい。どこ見てんの？どこまでも追い詰めるぞ。そらそら、バカ。調子に乗るなよ。このまま押し切るぞ。あ、勝負だ。こいつ、おぐるやるな。こいつから逃げられる。行くぞ。行くぞ。油断するな。まだ倒したわけじゃないぞ。うわあ、トランクス。この程度で勝てると思ってたのか。これでおしまいにしてあげるよ。おやおや、逃げ足だけは早いようだな。図体はでかいくせにちょこまかと。
こに隠れたって無駄だよ。あいつらにとどめを刺せたかな。もう死んだよきっと。もし生きてるんならまた会うさ。面倒だしそろそろ帰ろう。ふん、そうだな。人造人間はいないのか。あ、ごはんさん、腕が、ごはんさん、ごはんさん、よかった、まだ息がある。早く家に連れて帰ればきっと大丈夫だ。くそ、人造人間は強かった。僕はまだごはんさんの足手まといだった。それから数日後、ごはんは片腕を失ったものの一命は取り留めた。奇跡的な速さで回復したごはんは再び戦うことができるほどにまで調子を取り戻していた。しかし自責の念に駆られ落ち込むトランクスはなかなかご飯のところへ行けずにいたのであった。元気なさそうね、トランクス。うん、あんたは秘密にしてたみたいだけど、母さんは全部知ってたよ。あんたがご飯くんと一緒に戦ってたの。すみません、母さん。それにいつもご飯くんのところで修行してたんでしょ。あれから言ってないようだけど。だって僕のせいでご飯さんがどんな顔して会えばいいかわからないんだ。トランクスのせいじゃないことはわかってるし、そもそもご飯くんだってそんな風に思ってないわよ。こういう時は早く顔を見せて言いたいことをさっさと言った方がすっきりすると思うわよ。わかりました、僕行ってきます。ええ、行ってらっしゃい。ごはんさんに会ったらなんて言えばいいか。それにごはんさん、やっと動けるようになったはずだけど修行なんかしても大丈夫なんだろうか。ごはんくんが待ってるんじゃ。はい、人造人間のせいで街はめちゃくちゃだ。センズがあったらごはんさんの腕だって治ったかもしれないのに。僕はごはんさんのように強くなれるのかな。よし、来たな、トランクス。早速修行。ん？どうした？浮かない顔して。ごはんさん、腕の痛みは大丈夫ですか？あ、まだ少し違和感はあるけどな。なるほど、そうか、浮かない顔している理由はこのことか。すみません。そう気にするなよ。なくなったものはしょうがないさ。
あの時生きていられただけでも幸運だと思わないと。でもよし、どうやらその状態だと修行どころじゃなさそうだな。やります。いいからいいから、こんな時には気分転換も必要さ。そうだな、こういう時は釣りでもしてのんびりしようか。は、はい。レッドリボン軍のドローンが出現しているみたいよ。気をつけてね。釣りってどこでするんですか？そうだな、西の都近くに灯台がある島があるから、そこに行こうか。誰かと一緒に釣りをすることなんてあまりなかったかもしれない。父さんか。父さんって釣りをしてたんですか？どうかな、あまり見たことないかも。じっと釣りをしているイメージがないや。そうなんですね。俺はお父さんから釣りを教えてもらったんだ。お父さんが子供の頃は尻尾があったから、尻尾を釣り糸代わりに釣りをしてたんだってさ。尻尾でですか？そうか、もしかしたらトランクスは知らないかもしれないな。もともと純粋なサイヤ人は尻尾が生えてるらしいよ。俺の尻尾はもうなくなっちゃったけど。僕も生えてくるんですかね、尻尾が。どうかな。からかわないでくださいよ。あそこら辺が良さそうだ。トランクス、釣りはできるか？はい、一応は。せっかくだから釣り勝負なんてどうだ？たくさん釣れた方が勝ちだ。そんな。いや、待てよ、組手じゃ絶対にご飯さんには勝てないと思うけど、釣りだったらひょっとすると勝てるかも。よーし、決まりだな。手加減はなしだ。負けないぞ。僕だって負けませんよ。さて、俺はどこで釣ろうかな。ご飯さんは自分の釣り場へ向かったみたいだ。よし、いい魚だ。よし、いい魚だ。よし、釣れたぞ。ご飯さんの方はどうかな。結構釣れましたよ、ご飯さん。どれどれ。トランクスの方が多いか。やったー、ご飯
さんに勝ったぞ。やるなトランクス。俺のお父さんよりもうまいかもな。それで釣った魚はどうします？そうだな、お腹も減ったし焼いて食べるか。さすがに食べ過ぎたかな。結構釣りましたからね。あ、そうだな。どうかしましたか？いや、いつものトランクスに戻ったみたいだな。あ、ありがとうございます。僕の気分転換のために気を使ってくれたんですね。別に気を使ったわけじゃないさ。これも修行の一つみたいなものなんだから。え、釣りをして魚を食べることがですか？そうさ、お父さんが亀仙人様から教わった亀仙流の教えだよ。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。日々を楽しく暮らすことも修行の一つだってね。そうか、いい教えですね。こうしてると俺が子供の頃ピッコロさんと修行してた頃のことを思い出すよ。その時はこんなひどい人と二人きりで半年も修行続けるなんて地獄みたいだと思ってたけどね。ああ、そういえばその時は地球を襲撃しに来たベジータさんたちと戦うために修行してたんだっけ。そうだったんですか。そのせいでゴハンさんがひどい目に。いや、なんだかすみません。でも今はそのベジータさんの息子の君と修行してるなんてなんだか変な感じだな。ピッコロさんも俺を鍛えてくれるずっと前はお父さんと戦ったっていうし、不思議な運命を感じるよ。そうやって運命でつながっていくんですね。そうだ、君には俺だけじゃなくずっとつないできたお父さんやみんなの思いも受け継いでもらいたいんだ、ゴハンさん。だから君は絶対に死んじゃいけない。死なないように俺が鍛える。君は人々の平和を守る最後の希望なんだ。大丈夫、すぐに俺よりも強くなれるさ。僕頑張ります。あ、俺と一緒に強くなろう。そして平和を取り戻すんだ。はい。ピッコロさんがあの時命を懸けて俺を守ってくれた気持ちも今ならよくわかる。君は俺たちが残せる最後の戦士、そして最後の希望。君が命を懸けて守らなければいけないものはこの世界に生きる全ての人々の平和だ。強くなれよトランクス。そして数日後、熱のこもったトランクスとご飯の修行は続く。怒れ、もっと怒るんだ。スーパーサイヤ人になれないんだ。もう少しだトランクス。俺もお父さんもスーパーサイヤ人になるのは随分苦労したさ。前も言ったと思うが、スーパーサイヤ人になるきっかけは怒りだ。俺はピッコロさんやクリリンさん、みんなが人造人間に殺されて、それを思い出しているうち切れた。そしてスーパーサイヤ人になれたんだ。君にはベジータさんの血が流れている。
そのうちスーパーサイヤ人になれるさ。絶対にな。はい。よし、スーパーサイヤ人になる修行はこれくらいにして手合わせするか。はい、お願いします。さあ、遠慮なく来い。怪我をした俺と戦えないようなら。分かってます。うわっ、はい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 、まだ俺に遠慮してるんじゃないか。いえ、遠慮なんて。お前に遠慮されるほど俺は弱くなったつもりはないぞ。あ、はい。そう思うなら本気で組んだ。よし、いいぞ。確実に相手の隙をついていけ。かなり力をつけてきたな。スーパーサイヤ人になれればもっと戦えるのに。それだってもうすぐなれるさ、きっかけさえあれば。み、都が人造人間め、とうとうこの町まで。今度こそ。ゴハンさん、その体じゃ今の俺ではトランクスを守りきれないかもしれない。トランクス、君はここにいるんだ。いいな。嫌だ。ゴハンさんが行くなら僕も行く。もう十分強くなったはずだ。トランクス、人造人間の力を甘く見るな。もう足手まといにはなりません。僕、ゴハンさんと一緒に戦いたいんです。そうか、わかった。トランクス、行くか。はい。トランクス、君は最後の希望だ。もし君まで死んでしまったら、地球を守る戦士は誰もいなくなってしまう。何年か先、あの人造人間を倒す可能性を持った最後の戦士が。
トランクス、俺は人造人間に勝てないかもしれない。だが、君がいるから俺は全力で戦える。君なら俺を超える戦士になれる。いた。やめなよ17号。ここはもうろくに人間が残っちゃいないよ。もっと大量に人間どもが隠れていそうなとこへ行こうよ。慌てるなよ。もっとじっくりやろうぜ。あっさり全滅させてしまったんじゃ、俺たちの楽しみはなくなってしまうんだぞ。孫悟飯、またお前か。今度は逃がしはしないよ。フルパワーで殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。行くぞ人造人間。そう熱くなるなよ、孫悟飯。すぐに終わらせてやる。もうお前と遊ぶのも飽きたしね。ここまでやるのは必死じゃないか、孫悟飯。という
ていられるのも今のうちだ。消えな。こいつ。さあ、やめて。こいつからしつこいやつだ。このままお前たちを仕留めてやる。投げられるかな。そうだ。どこ見てんの。お前たちを倒して
終わりにする。ついてこられるかい？受けてみな。なんてな。がっかりさせて悪いが、俺たちはまだ半分の力しか出してないんだ。もう逃がしはしないよ。諦めなよ。もう反撃する力もないようだな。これじゃもう楽しめないよ。くっそ、もう気が。なあ、もっと必死にやるよ。ほら来いよ。俺たちを倒すんだろ。必死すぎて笑っちゃうよ。もういい加減くたばりなよ。最後の抵抗を見せてみろよ、孫悟飯。できるものならね。お前たちを、もう一気に終わらせちゃおうよ、17号。うん、そうだな。もういいだろう。
ランクス、生きろ。君は最後の希望か。嫌な予感が止まらない。どこだ、ごはんさん。ごはんさん、ごはんさん、ごはんさん。嘘だ。ごはんさん、ごはんさん、ごはんさん。トランクスはついにスーパーサイヤ人になることができた。だがその代償は決して小さいものではなかった。それから約3年後、人類の敵、そしてご飯の仇である人造人間を倒すため、ただ一人生き残った戦士としてトランクスは修行を続けていた。希望をつかめ、人造人間との最終決戦。ただいま、母さん。おかえり、トランクス。修行の調子はどう？うん、自分でもやっと手応えを実感できてる気がする。あの時のごはんさんくらいの強さの実感を。うん、その顔はうまくいってるみたいね。でも油断は禁物よ。はい、分かってます。そうだったらいいけど。ああ、そうそう、こっちももう少しでタイムマシンが完成するわよ。ふん、なに、気のない返事ね。タイムマシンなのよ、タイムマシン。あ、分かってるよ、さすが母さんですね。これが完成したら、あんたはまず過去の孫君、ごはんくんのお父さんに心臓病の薬を渡してほしいの。きっと彼が生きていたら何かが変わるはずよ。次にもう一度人造人間が現れる時代に行って、孫くんたちの戦いを応援しながら研究するの。そこで人造人間の弱点や倒す手がかりをつかんで、この世界で生かしてほしいのよ。でもいくら過去に戻ってもこの世界をやり直せるわけじゃないし、死んだみんなが生き返ったりするわけじゃないんだよね。ええ、多分ね。そう、父さんだってごはんさんだって生き返りはしない。それに過去に戻らなくたって今の俺なら人造人間を倒せるはずだ。
あ、そうだトランクス、ちょっとあんたに頼みたいことがあるんだけど。頼み事？何ですか？あんたなら簡単な用事よ。さっきタイムマシンがもうすぐ完成しそうって話をしたでしょ。だけど大事なパーツの原料が足りなくなってね、あんたに取ってきてもらおうかなと思って。構わないけど、どこに行けばいいの？パオズ山よ。ご飯くんというか父さんの家があるところ、わかるわよね？あ、はい、大丈夫です。原料が取れる詳しい場所は忘れちゃったのよ。父さんか牛魔王さんに聞いてみてくれないかしら。最近父さんたちに顔を見せてなかったし、ついでに様子を見てきます。ええ、お願いね。もし困ってることがあったら助けてやって。はい。ああそうそう、忘れてたわ。取ってきてほしい原料はこれよ。頼むわね。はい、それじゃ行ってきます。まずは父さんたちに話を聞かないとな。何？原料忘れたの？原料はこれよ、忘れないでね。父さんか牛魔王さんなら原料が取れそうな詳しい場所を知ってると思うんだけど。こんにちは、俺です、トランクスです。トランクス系？ちょっと待ってくれ。いや久しぶりでねえか。急にどうしただ？ご無沙汰してます。母さんに用事を頼まれてお邪魔でしたか？オラたちなら特にやることもねえしな。なあ、夫。んだ、この辺りには人造人間も来ねえし、町の方に比べりゃまだマシな方だべ。そうでしたか。何か困ったことがないか心配だったんですが。オラたちなら大丈夫だよ。心配してくれてすまねえな。
そっちこそどうだべ。ブルマさんは元気だか。はい、今も新しい開発を進めてて。ああそうだ、俺母さんに言われてこの近くにある原料を探しに来たんでした。これなんですが、どのあたりにあるかご存知ですか。オラは知んねえけんど、音は知ってっか。確かにこの山で見つかる場所はあるだよ。しかしな、確かあそこは何か問題でもあるんですか。んだ、妙な機械がうろちょろしてて近づくと襲ってくるだよ。ありゃ多分レッドリボン軍が昔作ったロボットだべ。そういえば昔父さんを襲っていたメカがありましたね。そいつと同じような兵器なのかも。放っておいたらまたこの辺りまで来て父さんたちを襲うかもしれない。俺原料を探すついでに壊してきます。おお、そうしてくれるとはありがてえが。ダメだ父。そんな危ねえとこに行かせて、もしものことがあったらどうするだ。おめえに怪我なんかさせちまったら、おらブルマさんになんて言ったらいいかわからねえだ。父。大丈夫ですよ、俺必ず無事戻ってきます。ごはんさんにしっかり鍛えられましたから。それに無理はしません、心配しないでください。用事を済ませたらすぐに帰ってきます。はあ、まったく、そんなまっすぐな瞳で言われたらおら止められねえだよ。けんど絶対に無理はするでねえぞ。いいな。んだ、危ねえと思ったらすぐに帰ってこい。はい、じゃあ行ってきます。ご飯が鍛えただけのことはあるだな。なんとなく言葉の端々がご飯に似てるべ。原料を集める前にレッドリボン軍のロボットを壊してしまおう。よっ、ふっ。父さん元気そうだったけど、やっぱりまだ辛いんだろうな。父さんを早く安心させるためにもすぐに用事を済ませないと。レッドリボン軍が残したものには本当にろくなものがないな。あれは強いかもしれない。この辺りだな。父さんたちを困らせてるのはこいつらだな。人造人間と比べたらどうってことはなさそうだ。すぐに片付けてやる。こんなロボットなんかに戦ってる場合はないぞ。トーケッパッチッチマッよし、次はドイツだ。大した敵じゃないけど、特定シーンだ。マセンコさっさと終わらせてやる。マセンコー、行きます。これで全部だな。よし、邪魔なやつはいなくなったし、母さんに頼まれたものを探すか。この辺りを探せばあるはずだ。あと少しでタイムマシンが完成するのか。過去に行かなくても今の俺ならきっと人造人間に勝てるはずだ。
頼まれたのはこれだな。よし、一度父さんのところに寄ってから帰ろう。さんたちに挨拶するか。父さん、牛魔王さん、おかげで原料を見つけられました。レッドリボン軍のロボットも破壊しておきましたよ。無事に帰ってくれてよかっただ。本当によかっただよ。んだ、さすがトランクスだべ。もうすっかり一人前の戦士って感じだ。俺、ゴハンさんにしっかり鍛えられて強くなれました。今俺がここにいるのはゴハンさんのおかげですから。そうか、そう言ってくれるならきっとゴハンも喜んでるはずだべ。ほら、悟空さやゴハンがいなくて寂しいが、おっとうがいてくれる。おめえもブルマさんを心配させねえようにしてけれ。はい、ありがとうございます。そういや、さっきおめえが言いかけてたけど、ブルマさん相変わらず何か開発してるみてえだな。ええ、母さんなんですけど、実は今タイムマシンを開発してて、今日はその原料を取りに。タイムマシン。はい、そったらもんまで作れるだが、さすがブルマさんだべ。俺、それが完成したら過去に行って悟空さんが死なないように薬を渡してくるように言われてます。それで悟空さんが生き延びたら人造人間を倒すための手がかりになるはずだって。そうしたら悟空さんもご飯も生き返るのけ。いえ、こちらの世界の過去が変わるわけではないみたいです。俺もそれは残念ですけど。そうだか。すみません、期待させるようなことを言ってしまって。いや、いいだ。でもできれば悟空さを助けてやってけれ。そうしたらそっちの世界のオラは悲しまねえで済むだよ。少し羨ましいけんどな。んだ、父の言う通りだべ。父さん、牛魔王さん、わかりました。ああ、オラたちのことは心配いらねえから、自分やブルマさんのことを大事にしてけれ。ケリ、気をつけてな。またいつでも来るといいだよ。ブルマさんにもよろしくな。はい、ありがとうございます。それじゃあまた。用事も済んだし家に帰ろう。いつかこの家も元通りにしたいな。父さんたちは心配いらないって言ってたけど、やっぱり少し寂しそうだったな。さて、母さんが待ってるぞ。母さん、ただいま。頼まれたものはこれでいい？そうそう、これこれ。これで完成に目処が立ったわ。ありがとう。
それで父さんたちは元気だった？はい。でもやっぱりゴハンさんがいなくて寂しそうでした。時間を見つけてできるだけ顔を出しに行った方がいいですね。うん、そうしてあげたら喜ぶと思うわ。タイムマシンで本当に過去を変えられて、ゴハンさんやみんなが生きている世界になればいいんだけど、せめて今すぐにでも俺が人造人間を倒して平和な生活を取り戻すことができれば。それができれば苦労はしないけど、今の私たちの力だけじゃどうにもならないわ。だから過去の孫君を助ければ何かが変わる。その変わる何かが手がかりになると思うの。それに人造人間にやられっぱなしじゃ尺じゃない？別の世界だとしても人造人間のいない平和な未来があってもいいと思う。だからお願いね、トランクス。あ、はい。トランクス、ついにやったわ。あんたが手伝ってくれたおかげでようやくタイムマシンが完成したわ。え？往復分のエネルギーももうすぐチャージできそうよ。これで20年くらい昔まで大丈夫だわ。チャージに8ヶ月もかかってたんじゃテストもできないわね。ちゃんと行って帰ってこられると思うんだけど、研究所さえ壊されてなかったらもっと完璧なものが作れたはずなんだけどね。母さん、俺今の実力なら人造人間を倒せると思う。わざわざ過去に行って研究しなくても。あんたまだそんなことを。はっきり言って今度は俺自信があるんだ。番組の途中ですが、人造人間情報をお伝えします。現在襲われているのは西の都の周辺にある。すぐ近くだ。ちょっとトランクス、あんたまさか。俺行ってくる。これ以上奴らを放っておけない。ちょっとトランクス、待ちなさい。あれから修行してゴハンさんより強くなったはずだ。殺されたみんなの仇を今日こそ撃ってやる。今度こそ奴らの最後だ。待っていろよ人造人間。過去に行ってもこの世界が変わらないんじゃ意味がない。人造人間さえ倒せば過去に行かなくてもいいはずだ。うん、弱そうだな。どの町もひどい有様だ。ねえ17号、もう人間もいないみたいだし帰ろうか。そうだな。人造人間、今日こそは許さないぞ。ゴハンさんの仇俺が取る。ガキが懲りないやつだな。お前のしつこさ気に入らないんだよ。ゴハンさんが死んで3年、俺はお前たちを倒すために腕を磨いてきた。これ以上お前たちの隙には勝てない。どうした、俺たちを倒すんだろ。お前がどれだけ腕を磨こうが俺たちには勝てない。黙れ。俺はお前たちを倒すためにずっと修行していたんだ。なるほど、多少はパワーが上がったようだな。何、とどめを刺して。行きます、こいつ。あっ、
俺たちのエネルギーは電空式で無尽蔵なんだ。まだまだこれからだぞ。ただの生意気なガキだったくせに余裕でいられるのも今のうちだけだ。見切ったぜ。こいつをついてこられるか。受けてみな。ほらや、行くよ。どこに行こうと無駄だ。逃がしは死ぬ。遅い。何つうや。まだまだ。出た出た出た。と。キャッチ。あっ。あっ。キャッチ。どこに出んの。あっ。出た。やだ。キャッチ。やだ。キャッチ。こっちが来ます。こいつ。あっ。こいつから逃げ出そうだ。恐ろしさを分からせてやる。口だけはまだ余裕みたいだな。こいつから逃げられるか。面倒だね。消えちまいな。落ちろ。どこに行こうと無駄だ。遅い。どこまでも追い詰めるぞ。見せてみよう。もうすぐ形を取れる。もう勝ってきているのかい。いけたこいつ。確かに以前よりは数倍パワーは上がっている。だけど攻撃が直線的だよ。そんなの疲れるだけだと思うけど。そんな、そんな、どこだ、どこにいる。なぜだ。何のために人間を襲う。ドクター・ゲロは世界征服のために俺たちを作ったようだが、
そんなことは関係ない。人間を見ると腹が立つんだ。私たちは人間が嫌いなんだよ。そんなことのために許せない、許さない。俺が甘かった。俺だけの力じゃ足りなかった。人造人間との差ははるかに大きい。ご飯さんの死から俺は何も学べていない。やはりタイムマシンで過去に行かなければ。瀕死のトランクスは奇跡的に命を取り留め、5日後ようやく目覚めることができた。自分の力不足を痛感したトランクスはブルマの助言に従い、タイムマシンで過去に行くことを決意した。よし、心臓病の特効薬間違いなくソン君に手渡してあげてね。あまり無理しちゃダメよ。はい、母さんも気をつけてください。じゃあ頼んだわよ。それじゃ行ってきます。こうして過去に向かったトランクスは地球を襲撃に来たフリーザたちを撃退し、若かりし頃の父ベジータや母ブルマらと出会う。その後地球に帰還した悟空に心臓病の特効薬を渡し、3年後に起きる人造人間襲来を警告するという目的を無事に果たした。トランクスは別の世界の未来に変化が起きることを期待しつつ、母の待つ現代へと帰還した。ただいま母さん。おかえりトランクス。タイムマシンはちゃんと動いた？はい、無事に過去の悟空さんに薬を渡せました。よかったわ。まともにテストもできなかったからタイムマシンが故障しないか心配だったのよ。まあ私の作ったものだから大丈夫だとは思ってたけどね。それでその他のみんなにも会えたの？はい、若い頃の母さんやご飯さん、それにクリリンさんたち、もちろん父さんにも。若い頃の私にも？どうだった？美人だったでしょ？ああ、もちろん今も美人だけどね。すぐに俺を信用してくれました。血のつながりみたいな何か感じてくれたのかもしれない。そうね、多分そうじゃないかしら。私のことだし、あまり何も考えてないかも。ベジータにも会えたのよね。どうだった？結構嫌なやつだったんじゃない？そうだな、嫌なやつとまでは思わなかったけど、気難しくてプライドも高そうな雰囲気だったな。まあそうね。それに近寄りがたい感じだったからあまり話せなかったよ。俺の正体を明かすわけにもいかないし、ただ会えたことはやっぱり嬉しかった。そっか。でもまあ、あまり話さなくてよかったんじゃない？話しかけたらもっと不機嫌になってたかもよ。やっぱり気難しい人だったんだね。まあね。でもただの冷たいだけの人ってわけでもないんだけど。そうなんだ。もっと話ができればわかるのかな。とにかく次は向こうの世界に人造人間が現れた時間に行ってみんなを応援しないと。悟空さんたちが人造人間とどう戦うのか、せめて弱点なんかが分かればいいけど。それじゃあ早速タイムマシンのメンテナンスをして
また往復分のエネルギーをチャージしなきゃね。もう少し先になると思うけど、あんたは次に過去に行く準備をしておいてね。ああ、そうするよ。エネルギーのチャージには時間がかかるし、俺も次の戦いに向けて鍛え直さないとな。タイムマシンのエネルギーチャージが早く終わればいいんだけど。もう大丈夫なの？でもエネルギーがチャージされるまで時間がかかるから少し待ってね。やっと往復分のエネルギーがチャージできたわね。これで孫君たちの応援に行けるわよ。悟空さんたちが無事だといいけど。きっと大丈夫よ。もしかするともう人造人間なんか倒しちゃって平和になってるかもよ。それだったら悟空さんたちを連れて戻ってくるのもいいかもしれないね。タイムマシンの定員は一応一人だけなんだけど、孫君たちなら無理やり乗ってきちゃいそうね。孫君、強い敵と戦うのが何よりも好きだったから確かに悟空さんのあの性格ならそういうことをするかもしれないな。でも戦いが終わってなかったら、今度はあんたもみんなと一緒に戦うことになるんでしょ。気をつけてね。あまり無茶しちゃダメよ。はい、母さんも気をつけて。俺必ず無事に帰ってくるよ。この世界の平和も取り戻さないといけないからね。こうしてトランクスは再び過去へと旅立った。そこでは見知らぬ人造人間たちの出現や性格の変化した17号、18号など予想以上の出来事が待ち構えていた。さらに17号たちを超える凶悪な敵セルの出現は人類の存亡をかける危機へと発展していった。しかし悟空たちはさらなる修行を重ね、中でも特に成長したゴハンのスーパーサイヤ人を超えた力によってセルの脅威を排除した。平和な世界を取り戻したことを見届けたトランクスは修行で得た力とともに元の時代へと帰還していった。母さん、ただいま。おかえり、トランクス。ちょっと、どうしたのよ。なんだか大人っぽくなったんじゃない？はい、神様の神殿に精神と時の部屋っていうところがあって、そこで修行すると1年間がたった1日で過ぎちゃうんです。なんだかよくわかんないけど、どっちにしてもよかったわ、無事に帰ってきてくれて。で、どうだったの？その顔だといいことあったみたいだけど。はい。そっか、結局孫君は死んじゃったのか。でもゴハン君が仇を討ったのね。はい、父さんはやっぱり母さんの言ったようにただの冷たい人じゃありませんでした。え？父さんが敵を前にした様子を初めて見たとき、正直言って冷酷で心底悪いやつだと思いました。母さんや赤ん坊の俺が危険な目にあっても助けようとせずに敵のことしか考えてませんでしたから。あらら、まあらしいといえばらしいわねでも1年ほど二人きりで修行した時、周りを寄せつけず自分にも厳しい不器用な寂しさを感じたんです。そうね、確かにそういうところはあるかもね。修行を始めた頃は相手にもしてくれませんでしたけど、少しずつ俺の力を認めてくれたみたいです。それこそ
何度も本気で手合わせしたり、たまに少し話もしたり。話？どんな話をしたの？話といっても、いつも俺が一方的に話しかけてただけです。父さんは、そうかとか、ふんとかばかりで、あまり会話にはなってませんでしたね。まったく、ベジータらしいわね。だけど、修行の終わりの方で。時は過去。目覚めたセルが自らの強化のため人々を襲い、生体エネルギーを奪っていた頃に戻る。セルを倒すため、精神と時の部屋で始めたベジータとトランクスの修行は、間もなく1年近くの時が経とうとしていた。全力で来い。はい。父さん、行きます。分かっていると思うが、初心など許さんぞ。分かってますよ。はっはっはっ、気をつけ。はっ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 。それは父さんのことですか、それとも俺ですか。お前も少しは成長したか。でもさすが父さんはなかなか好きだね。俺の全力です。いいだろう、大体の感触はつかめた。だがやはり足りんな。お前は当然として、この俺もだ。父さん、父さん、もうじきここでの修行を始めて1年です。そろそろ悟空さんたちと交代する準備をしなければ。まだだ、もっと絶対的な力がいる。予定ギリギリまで時間を使わせてもらうぞ。とっくにスーパーサイヤ人の限界は超えているのに、まだ先を目指すんですか。ふん、セルをぶっ倒し、カカロットの野郎も超える圧倒的な力を得るにはまだ足りん。これ以上の説得は無駄かな。父さんは自分が納得するまで修行を終わらせないつもりだ。父さんはセルを倒すことより悟空さんを超えることの方が大事なんですか。ふん、少し違うな。俺が目指すのはあくまでナンバーワンだ。ただ今はあのカカロットの野郎が一番目障りだというだけだ。同じサイヤ人だからこそなおさらな。いいか、貴様もサイヤ人の血を引くのなら強さに限界を作るな。常に上を、ナンバーワンを目指せ。もっとも、この俺がいる限りその座につかせる気はないがな。父さん、父さんが俺にアドバイスらしいアドバイスをくれるなんて初めてかもしれない。強さか。悟空さんも強敵と戦うことに喜びを感じていた。これが純粋なサイヤ人ということなのかもしれない。俺の時代ではとにかく人造人間を倒すことしか考えられなかった。自分の強さの追求よりも人々の平和を取り戻すことしか。お前を鍛えたのはご飯だけだと言ってたな。カカロットに似て甘っちょろいこと。そんなことは。だが人造人間なんぞにあっさりやられたそっちの世界の俺の弱さにはもっとムカつくぜ。え？人造人間に勝つことや
平和を取り戻すだけで満足するような甘い考えは捨ててしまえ。俺はその先をナンバーワンの強さを手に入れるつもりで仕上げにかかる。お前もそれくらいの強さを目指せ。そうすれば人造人間など敵じゃなくなるだろうぜ。父さん。はい、俺も強くなります。そう、そんなことがあったんだ。本当に分かりにくいやつなんだから。それから少しずつ会話も増えたんですが、母さんのどこが好きになったのか聞いたときはすごく怒られました。つまらんことを聞くなって。それに俺がセルにやられたとき真剣になって怒ってくれたんです。でしょ、だからそう言ったじゃない。はい。へえ、あのベジータが、あいつそんな一面もあったんだ。でもよかったわ、向こうの世界が平和になって。はい、俺も過去に行った甲斐がありました。向こうの世界は平和を取り戻せた。だけどこっちの世界は17号と18号がまだ人々を苦しめてる。奴らをこれ以上野放しにはできない。番組の途中ですが、人造人間の情報です。現在17号と18号が襲っているのは人造人間め。今度こそ行ってきます。母さん。トランクス、大丈夫なの？大丈夫です。そのために過去で悟空さんやゴハンさん、そして父さんたちに会ってきたんですよ。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。気をつけてトランクス、無理するんじゃないよ。はい。今度こそゴハンさんやみんなの仇を取る。と、長かった。これで終わらせてやる。見ていてくださいゴハンさん。まるでガキだな。ゲームに負けた腹いせで暴れるなんて。うるさいよ、あんたは黙ってて。17号18号、貴様らもこれまでだ。片付けてやる。なんだ、生きていたのかトランクス。それにしてもお前ほど無駄な努力が似合うバカはいないな。17号、私むしゃくしゃしてるんだ。もうあっさりやっちゃってもいいだろう。鬱陶しいからさ。遊びが一つ減ってしまうが、まあいいだろう。好きにしろ18号。本当に長かった。お前たちが現れてから俺たちや世界中の人々にとって毎日が地獄のような日々だった。ふん、それがどうした。タイムマシンで行った過去の時代のお前たちは少しはいいやつだった。だがこの時代のお前たちは無益に街を破壊し人々を苦しめ続けている。許すことはできない。ごちゃごちゃ言ってんじゃないよ。さあ来い。さあ来い。はあ、まずは
私がこんな奴に手こずっている。今までの俺だとは思わないことだ。逃げた。よくもやったね。俺たちの受けた傷に比べればまだ足りない。終わりだ。あ、どこ見てんの、バカ。そんなことがあってたまるもんか。どうだ、これが俺たちが受けた痛みだ。はぁ、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 まずまさにまっかはぁ、てっはぁ、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 だうりゃっ、ひゃっ、どうした、だらしないな18号。ちくしょう、もう許さないよ。二人で来い、同じことだ。なんだ、今までのやつとは何か違う。さあ来い。これが本当の最後だ、人造人間。何を寝ぼけたことを言ってるんだ。やっちゃおう17号けんど。はぁ、あっ、たっ、やれ、はっ、あ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 っ、俺たちが受けた苦しみがわかるか。気のせいさ、17号、私たちに勝てはしないよ。人間の分際でお前もぶっ壊してやるよ。こいつから逃げ出せ。どこ見てんのバーカ。はぁ、落ちろ。どこに行こうと無駄だ。しし、やっぱり何も変わってないじゃないか。何なのさ、このパワーは。受け継いだ力だ。そんな馬鹿げたものはありはしない。ハッホッ、いきます。逃げた。はぁ、こいつから逃げ出す。チケット、いきます。はぁ、はぁ、はぁ、ずっと苦しめられた人々の分。何が人間の分だ。ムカつくんだよ。ぶっ壊してやるよ。俺たちのフルパワー以上だと。バカだ、気づいたところでもう遅い。どこ見てんの。チッチッ、いくよ。はぁ、
ここに行こうと無駄だ。遅いよ。まだまだ。どこまでも追い詰めるぞ。された仲間たちの、そして今度はご飯さんの形だ。はこれでみんなの仇を、いや、まだだ。肝心な奴が残っていた。3年余りの月日が流れた。破壊の限りを尽くした17号と18号がいなくなり、平和になった町では復旧の工事が進んでいた。そしてタイムマシンの往復分のエネルギーもたまり、トランクスは人造人間を倒した報告のため過去に出発しようとしていた。それじゃあ行ってくるよ、母さん。トランクス、気をつけて。みんなによろしくね。はい。離れていて、母さん。安全なところへ。え？わかったわ。そこにいるのは分かっているぞ、セル。な、俺を殺し、タイムマシンで過去に戻って17号、18号を吸収するつもりだろう。完全体になるために。なに？なぜそんなこと。その計画は失敗だ。そしてこれで全てが終わる。計画が失敗だと？貴様ごときが偉そうに。セル、完全体のお前は確かにとてつもない強さだった。だが今のお前なら俺でも十分倒せる。そうか、お前過去に行ったのだな。なるほど、妙に事情に詳しいわけだ。それにしても今の俺なら倒せるというのは心外だぞ。トランクス、貴様のデータはスパイロボでお見通しだ。貴様の力では俺様はおるか、17号や18号すらも到底倒せまい。ではなぜ17号と18号はいなくなったんだ？まさか
か、二人が消えてしまっていたのは貴様が。この西の都で戦うのはまずい。随分再建が進んできたところだ。場所を変えさせてもらうぞ。はっ！ブラッ！セル、貴様を倒し、全てを終わらせる。弱そうだな。奴はまだ進化していない。今なら倒せる。弱そうだな。絶対に奴を過去に行かせちゃいけない。そこか。少しは腕を上げたようだが、この俺様を倒そうとはとんだお笑い草だ。絶対にお前を過去には行かさん。ほざけ、青2歳が。俺はドクター・ゲロ様が作り上げた究極な人造人間だ。この世に俺様を倒せる奴などいるはずがない。そこだ、見つけたまえ。貴様を殺して過去に戻る。完全体になってやろう。そううまくいくと思うな。これくらいどうってことはない。見事殺せたら地獄のような耳を合わせない。もう諦めるんだな、セル。所詮青2歳は青2歳よ。そこだ、引き止め。うわっ、かっ。俺の動きに対応しられない。なんと、やってる。かっ。さあ、逃げられると思うなよ。俺の真の力に女の子がいい。さあ、やめっか。完全体になりさえすれば貴様など。やっと取り戻した世界の平和は俺が守る。この俺に元気をよこしなさい。元気が待ってはずは。俺は究極の人造人間。貴様のような若造に負けるはずがない。真の力に侮らなくない。お前だけは地球の平和のために許しておけない。俺の動きにはついてこられまい。この俺に元気をよこしなさい。元気が待ってない。そこだ、吹き止め。なんと、俺が最強なんだ。やめた。おのれ、こうなったら、この技で驚くがいい。か、め、
ハミッ、完全に消え去ってしまえ。セル、セルを倒し数年余りが経っていた。生き残った者たちによる町の復旧は順調に進められ、人々はついに平和な暮らしを取り戻していた。トランクスもまた戦いの日々から離れ、ブルマと共に平穏な暮らしを送っていた。どこに行くかな。母さん、ずっとここにこもってるよな。たっ、とっ、何？いつもの見回りに行ってくるよ。父さんや亀仙人さんたちの様子も気になるし。見回りなんて大げさね。もうすっかり平和になったんだし、肩の力を抜いたら。人造人間たちを倒してからは大きな問題は起きてないけど、何が起きるかわからないから。わかったわ。行ってらっしゃい。気をつけるのよ。うん、行ってきます。さて、今日はどこから見回りしようかな。こんにちは。はい、こんにちは。なるほど、確かにいい魂をお持ちのようだ。魂？受け継がれし意志、希望の戦士
トランクス。なんだこの感じ、普通の人とは違う。この人一体何者なんだ。浮いてる驚くことはないでしょう。トランクスさん、あなたもできるのでしょう。誰だお前は。なぜ俺のことを知っている。まさか人造人間じゃないだろうな。無礼な、このお方をどなたと心得る。このお方は全ての海王の上に立つ神、海王神様なのだぞ。海王の上に立つ海王神様と言われても俺はよくわからない。だけど神様なんですか。お前たちの知る地球の神とは少々異なる。詳しく説明すると長くなるが、それより上の存在と理解するがいい。わかりました。そしてこちらは私の付き人であるキビトです。ふん、どうも。不愛想な人だな。実は今地球に、そしてこの宇宙全体に危機が迫っています。宇宙の危機？突然何を言い出すんですか。意味がわかりませんよ。そうでしょうね。あなたには一つずつ説明しなければいけません。今ある凶悪な存在が復活しようとしています。かつてこの宇宙でひたすら破壊の限りを尽くした魔人が、奴はたった数年で何百という星を死の星に変えるほどの力を持っているのです。その魔人の名はブー、魔人ブーと言います。魔人ブー、そんな奴が。かつて魔人ブーの生みの親である魔導士ビビディがこの地球に侵攻するため、魔人ブーを封印した玉を持ち込みました。魔人ブーが封印されていた隙に我々はビビディを倒しましたが、玉には刺激を与えないよう放置していたのです。その封印を解き、魔人ブーを蘇らせようと企てているのがビビディの子であるバビディという邪悪な魔導士です。奴は魔人ブーを蘇らせ、まずはビビディの目的であった地球を死の星に変え、さらに他の星を襲いに行くでしょう。なんて恐ろしいこと。ええ、ですから奴の野望を止めるため、あなたの力をお借りしたいのです。スーパーサイヤ人になれるあなたの力を。そのことまで知っているのですね。そのバビディという魔導士はそんなに強いのですか。バビディ自体は非力でそれほど強くはありません。しかしバビディの使う強力な魔術は決して侮ってはいけません。相手の心の中の悪や欲につけ込み支配してしまうのです。そうやって強力な手下を次々に増やしていくのがバビディのやり方なのだ。魔術か。俺が今まで戦ったことのない相手ですね。バビディたちと戦う力を手に入れるため、あなたには海王神界に伝わる最強の剣を使ってもらいます。最強の剣？はい。それであなたに海王神界に来ていただきたいのです。わかりました。俺の力がどこまで役に立てるかわかりませんが、平和を守るため行かせてください。ただ少し母に一言伝えておきたいので時間をください。いろいろと準備もありますし。わかりました。準備ができましたらまた私に話しかけてください。あら、トランクス、もう戻ってきたの？それとも忘れ物？母さん、俺用事ができてしばらく家を開けないといけなくなりそうなんだ。え？長くなりそうなの？わからないけど心配しないで、絶対に帰ってくるから。わかったわ。十分に気をつけるのよ。うん、行ってきます。宇宙の危機か。とても実感は湧かないけど、そんな大変なことが起きてるなんて。そうね。すっかり街も元通りになったな。あまり海王神様を。はい。なんだかおっかない人だな。トランクスさん、
準備はいかがでしょうか。海洋深海に来ていただけますか。はい、もう行けます。ありがとうございます、トランクスさん。それで、その海洋深海にはどうやって行くんですか。海洋深海へはこのキビトが連れて行ってくれます。ではキビト、お願いします。はい、私は人間ごときを我々の聖域に踏み入れさせるのは抵抗がありますが、やむを得ません。なんだかこの人には嫌われてるみたいだな。では私のそばへ。あ、はい。さあ、いいですよ。はいはい。だ、これは瞬間移動ですか。ええ、キビトの得意技なのです。海洋深海へようこそ、トランクスさん。ここが海洋深海か。少し地球と似てますね。本来この海洋深海は人間は愚か、神や海王ですら足を踏み入れることのできない聖域なのだぞ。そうなんですか。うん、その服装、この聖域にはふさわしくないな。え、すごい。お似合いですよ。そうですか。なんだか堅苦しいな。それではもう一度ここであなたにやっていただきたいことを説明します。地球でも言った通り、あなたにはこの海洋深海に伝わる最強の剣を使ってもらいます。その名は Z ソード。誰も使ったことのない伝説の剣です。え、誰も使ったことがない、それってどういうことなんですか。実際に見ていただいた方が早いと思います。ご案内しますよ。この地面に突き刺さった剣が Z ソードです。私の知る限り、今まで誰もこの剣を抜くことができた者はいません。なるほど、だから誰も使ったことがないというわけですね。それでこれを抜くとどうなるんです。この剣自体がすごい切れ味なんですか。すごいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブウオもしのぐほどの。だが私は愚か、これまで何人もの海王神様でもどうにもならなかったものだ。人間などが引き抜けるはずがない。そんなのやってみないと分かりませんよ。ふん、よし。くそ、びくともしない。よし、これならどうだ。これがスーパーサイヤ人。なんというとてつもないパワーだ。とても下界の人間とは思えん。だが無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったのだ。どうして人間などに抜くことが。ぬぬっ、やった。なんと。信じられん。いかがですか、トランクスさん。
伝説の Z ソードの感触は？剣は昔から使い慣れている方なんですが、今のところそんなにすごい力があるようには思えません。そうですか。もしかすると使いこなせるようになれば剣の力が引き出せるのかもしれませんね。では剣を使っての手合わせでも始めますか？そうですね。ちょっと待ってください。実はこの剣すごく重いんです。今のままでは修行もままなりませんよ。だから少し待ってくれませんか？まずはこの重さに慣れるところから始めないと。なんと情けないことを。待ってください。トランクさんの言うことはごもっとも。修行よりも先に重さに慣れることを優先した方がいいでしょう。仕方ない。ならばすぐにその剣になれるのだ。はい。なぜキビトが指導役になっているんでしょうか？全く信じられませんな。こんな短時間であの Z ソードをあれほど振り回せるとは。ええ、素晴らしいですね。なんとか普通に剣を震えるくらいには慣れたと思います。海王神様、次は実際に剣を使った修行に進んでは。そうですね。トランクスさん、いかがでしょうか？修行すると言ってもどうするんですか？もしかしてキビトさんと手合わせするとか？いいだろう。では。いえ、ここはトランクスさんと Z ソードの力を私自身で見極めたいと思います。いかがですか？海王神様と手合わせするんですか？海王神様自らのお手を煩わせるなど。大丈夫ですよ。それに私も少々楽しみなのです、トランクスさんと Z ソードの力を知ることが。わかりました。そういうことであればお願いします。はい、遠慮せず来てください。 Z ソードの力試させてもらいます。来ますよ。その力しかと見せていただきますよ。そこだ、吹き止める。なるほど、思った通り素晴らしい力ですね。まだまだ、こんなものじゃありませんよ。剣で戦うのも久しぶりな気がする。さすがですね。それでは私も。でもこれからです。
まさかこれほどの力があるとは。剣を使いこなしてもっと強くなれるはずですよ。さすがですね。それでは私も。やった、やった、何しっくっくっ、まずい。さあ行きますよ。さあ、さあ、この辺りでやめておきましょう。これ以上は私が持たないかもしれません。素晴らしいですよ。我々が想像していた以上にとてつもない力をお持ちのようですね。やはりあなたを戦士として選んだことに間違いはなかったようです。そうですか。でも俺にはこの剣の力はまだよく感じられません。もっと使いこなすことができるようになれば何か見えてくるのでしょうか。トランクスよ、修行だ、修行をするのだ。Z ソードを引き抜いたお前ならできるはずだ。はい、やってみます。とはいえ先ほどの手合わせで分かったのですが、もはや我々ではトランクスさんの修行相手は務まらないようです。それほどトランクスさんの力が素晴らしいのです。これは嬉しい誤算でした。そこまで言われると恥ずかしいですね。ですがやはりより強い相手と手合わせをした方が修行の効率は良いのでしょうね。ええ、確かにその通りだと思いますが。今この世には我々以上に強い存在はいない。我々が相手にならないというのなら、せいぜい頭の中で修行するしかあるまい。頭の中ならいくらでも強い相手を想像できるだろう。まあもっとも、そんなことが修行になるかどうかはわからんが。なるほど、それです、それですよ、キビト。ほ？え？どういうことですか？少しあなたの心の中を覗かせてもらって、そのイメージをより鮮明にあなたの心に投影するのです。うまくいけばその本人がまるで目の前にいるように見せることができるはずです。へえ、それはすごいですね。さすがは海王神様、我らにない発想をお持ちだ。では早速やってみましょう。あなたが手合わせしてみたい方を思い浮かべてみてください。修行の相手か。やっぱり強い相手との組み手が一番効率いいと思うけど。何？ああ、いい修行相手の方を思いつきましたか？はい、やってみます。俺が戦ってみたい一番強い人はやっぱりあの人だな。あ、すごい、本当にご飯さんがいるみたいです。ではあなたの記憶にあるその方の戦い方を模倣して手合わせしてみましょうか。はい、お願いします。すごい、あの時は圧倒的な力を感じて、ご飯さんそのものだ。キンセロ、
界にも慣れてきたぞ。ごはんさんのパワーだ。俺の成長を見せてやる。俺ならここまで戦えなかったかもしれない。俺も成長できてるんだ。まるで本物のご飯さんみたいだ。やったぞ。ありがとうございますご飯さん。やはり我々がお相手するよりもはるかにいい修行になったようですね。我々では先ほどのようなトランクスさんの力は引き出せなかったでしょう。とんでもない、海王神様のおかげですよ。あの時のご飯さんと手合わせできるなんて思いませんでした。少年の姿をしていたようでしたが、そのご飯さんという方はどのような方だったのですか？この世界では俺の師匠だった人で、別の世界では地球の未来を救った人です。この世界のご飯さんはすでに亡くなってしまったのですが、ご飯さんがいなければ今の俺もこの世界の平和もなかったはずです。俺もご飯さんのように強くありたい。そして超えるべき俺の目標の一人です。そうでしたか。ご飯さんがいらっしゃらないのは残念ですが、今の私にとってはあなたがこの世界を救える唯一の希望です。その力をぜひ私に、いえ世界にお貸しください。俺が希望？偶然ですね。ご飯さんからも昔そう言われたことがありましたよ。いえ、きっとそれは偶然ではないのでしょう。私はそう確信しましたよ、トランクスさん。さすがですトランクスさん、完全に Z ソードを使いこなせるようになりましたね。海王神様のおかげですよ。俺一人だけだったらここまで極められませんでした。正直言うとこの剣の重さで腕力が鍛えられただけかもしれないけど。まさかZ ソードを初めて使いこなした者が人間だったとはな。驚きだ。ではトランクスさん、修行の仕上げといきましょう。これは宇宙で一番硬いと言われるカッチン鋼です。これで Z ソードの切れ味を試してみましょう。わかりました。では投げてください。海王神様、地球に動きが。バビディのやつが動き出しました。何ですって？ついに時が来たようです。地球に行きましょう、トランクスさん。この Z ソードがあれば必ず魔人ブーの復活を阻止できます。はい。あ、
その前に服を元に戻してもらっていいですか？え、お似合いなんですけどね。キビト、頼みます。承知いたしました。ありがとうございます。やっぱりこっちの方が落ち着くな。うん、それでは地球へ。開会。なんだこの邪悪な木は。これはとてつもない力を感じます。これが魔人ブーの木なんですか？いえ、まだ魔人ブーは復活していないので、バビディとその手下たちのものでしょう。ですがこのまま奴らの好きにさせては魔人ブーの復活は時間の問題です。急ぎましょう。なんていう邪悪な木だ。バビディたちを止めなければ。うん、弱そうだな。とてつもなく邪悪な木を感じる。木を出さない人造人間とはまるで違う。あれがバビディなのか。こいつらはバビディではありません。え？来たな。ぐひひひ。ここから先にはこのプイプイ様たちが行かせはしないぜ。気をつけてください。奴らはバビディの魔術に支配された者たちです。何ですって？海王神様、あいつはまさか。ええ、あれは魔獣ヤコン。あんな厄介なものまで従えていたとは。魔獣ヤコン。そうです、宇宙の魔獣と恐れられているとんでもなく強い怪物です。前も言った通り、バビディは魔術によって強い戦士を集め仲間にしているのです。油断は禁物ですよ。なるほど、わかりました。ですがここは俺一人に任せてください。海王神様との修行で身につけたZソードの力であいつらを倒してみせます。しかしこんな奴ら相手に手こずっていてはこの先の戦いは生き残れませんよ。それにこれまでの修行の成果をここで試しておきたいんです。海王神様。わかりました、トランクスさんを信じます。おお、貴様一人で来るつもりか。バビディ様エリスグリの戦士である俺たちに舐めたこと。ぐはは、切り刻んでやれ。行くぞ。お前たちを倒してバビディのところへ行かせてもらう。バカめ、こいつ俺たちに勘付きでいいやな。シャーホッ。君やめて。だったらもっと本気を出してみな。くらやれ。スナイプだ。なかなかやるじゃないか。おとなしく降参した方がいいんじゃないか。スナイプショット。
これで邪魔者は片付いた。なんだ、何がおかしい。バカめ、今頃バビリー様が魔人ブーを復活させている頃だ。なんだと、どういうことだ。お前らもう終わりだ。一体何が。海王神様、別の場所に邪悪なパワーを感じます。さっきまでわからなかったのに。こいつらわざと邪悪な気を強く出して俺たちを引きつけていたのか。なんということだ、まんまと時間稼ぎに引っかかってしまうとは。ですがまだ魔人ブーが復活した気配はありません。今ならまだ間に合います。行きましょう。邪悪なパワーは向こうからだ。急ぐのだ、トランクス。クソ、やられた。まさか時間稼ぎだったとは。間に合い、間に合ってくれ。バビディーね、どこにいる。弱そうだな。異様な気配。まさかあいつが。とうとう来たね、海洋神。バビディ。この小さい方が魔導士バビディ。ではもう一人の大きな方は。ラブラ、暗黒魔界の王がなぜここに。間抜け面が揃いも揃って。ダーブラ、こいつからは完全体のセル以上の強さを感じる。すみません、トランクスさん、やつまで配下にしていたとは誤算でした。ですがまだ魔人ブーは復活していないようです。不幸中の幸いです。そうなんだよ、あと少しだけ復活のためのエネルギーが足りなくてさ。でもこれからすぐに集まるはずさ。そんなことさせません。やれやれ、案の定僕の邪魔をするつもりだね。ねえダーブラ、こいつらどうしちゃおうか。そうですな、ブー復活の前座として我が魔力で華々しく散ってもらうというのはいかがですかな。いいね、それド派手にパーンってやっちゃってよ。わかりました。ダーブラと戦ったダメージは魔人ブーの復活に使うエネルギーに変えて蓄えさせてもらうよ。すぐにフルパワーで復活できる量がたまっちゃいそうだね。まずいぞ、下手にダメージを受けては魔人ブーの復活が近づいてしまうようだ。逆に言えば復活のエネルギーがたまる前にこいつを倒せば魔人ブーの復活は阻止できる。確かにそうだが。やります、魔人ブー復活を止めるにはそれしかない。ダーブラ相手ではさすがのあなたでも厳しい。ここは私もお手伝いします。海王神様、であれば私も。キビトは不測の事態に備えて控えていてください。はは、承知いたしました。いいですね、トランクスさん。はい。あははは、こいつら勝てると思ってんの。
バカな奴らだ。あっという間に消してやる。やっちゃえ、ダーブラ。はすごい威圧感だ。だけど、おじけづいたらダメだ。地球は、俺が守るんだ。魔界の王か何か知らないが、俺が倒す。威勢の良さだけは褒めてやろう。体はバブリーの一件です。気をつけて。行くんだよ、ダーブリャ。私を相手にここまで戦えるとはなかなかの強さだ。お前を倒したんすれば、あったっ、死にせよ、急れ、急れ、何と聞こえる。海の封印は大丈夫なのか。エネルギーを貯めるのに10年はかかってるんだ。させないよ。魔界の王の力はこんなものではない。これ以上バビディ様をお待たせしても仕方ないのでね。そろそろ本気で行かせてもらおう。まだまだ。剣を離して石になってしまいます。なんとジェットソードが。海王神どもと一緒に死ぬがいい。やったやった、これで魔人ブーが復活だ。復活はさせない。この命に変えても。ダブリャー、海王神様。いけない、あなただけは死んではなりません。おお、うん、キビトさん。あはは、お前もすぐに殺してやるからな、海王神。トランクスさん、あなたはこの世界の最後の希望。あなたがこの世界を救える唯一の希望です。君は人々の平和を守る最後の希望なんだ。こいつようやく掴んだ平和を、
前らなんかに奪われてたまるか！お前は絶対に許さない！奴の勇気が変わった。これは…世界が平和に。海王神様、そんな海王神様こうして戦いは終わった。海王神とキビトの尊い命を犠牲に。トランクスの戦いは終わった。地球は平和を取り戻した。二人の人造人間にもセルにもそして魔人ブーにも恐れることのない平和である。人々の間には笑顔があふれ、街は活気にあふれている。人々は知らない、この平和のために命を懸けて戦った戦士がいることを。しかしこれからもトランクスは世界の平和を守るため、そしてそこに生きる人々のため戦い続けるだろう。海王神様、キビトさん、ありがとう。ゴハンさん、俺これからも
この世界の平和を必ず守り続けます。最後に残った希望の戦士として。